Google から新しいスマートフォン Pixel 7、7 Pro が発売されました。新しい独自プロセッサ Tensor G2 を搭載した注目の製品。新プロセッサによってカメラ性能やセキュリティ機能も大幅に強化されているようです。早速どんなスマートフォンなのか詳しく見ていきましょう。デザインについて、ボディには 100% リサイクルのアルミニウム素材を採用。マットな仕上げで手にも馴染みやすくなっています。また前面と背面にコーニング製の強化ガラス、ゴリラガラス、ビクタスを採用。 IP68 の防水にも対応し高い耐久性を備えています。カラーは2モデル共通のオブシディアンとスノーのほか、スタンダード版にレモングラス、プロ版にヘーゼルを用意。厚さはスタンダード版で 8.7mm、プロ版で 8.9mm。 重さはスタンダード版で 197g、プロ版で 212g になっています。スペックについて、スペックはざっとこんな感じです。ディスプレイについて、ディスプレイはスタンダード版で 6.3 インチ、プロ版で 6.7 インチになります。どちらも高精細な OLED 有機 EL で HDR や 24bit 1600万色のフルカラー表示に対応。明るく色鮮やかな映像で写真や動画視聴も快適に利用できます。プロセッサについて、プロセッサは新しい独自プロセッサTensor G2 です。4ナノメートルプロセスで製造された8コアプロセッサで、アンツツベンチマーク総合で約80万を記録。従来モデルよりも高速に動作するほか、機械学習 AI の処理能力を活用してカメラ性能やセキュリティ機能、音声認識、入力、バッテリー駆動時間も向上しています。カメラ性能について、スタンダード版の背面カメラは 50MP 広角プラス 12MP 超広角の2眼構成で、プロ版は 50MP 広角プラス 12MP 超広角プラス 48MP 望遠の3眼構成になっています。機能面ではTensorG2 の TPU 機械学習用プロセッサを活用し、新たにブレやボケを補正するフォトアングラーを搭載。撮影後の写真でもぼやけた写真を AI でくっきりと補正することができます。またスーパーレズズーム超解像ズーム機能を搭載し、スタンダード版で最大8倍、プロ版で最大30倍までのズームが利用できます。その他、顔の位置や角度などを音声で教えてくれる、自撮り用、ガイディド、フレーム機能を搭載。肌の微妙な色を再現する、リアルトーン、高速にノイズ処理できる、夜景モード。被写体に3センチメートルまで寄れるマクロ撮影、プロ版のみ、消しゴムマジックなども利用できます。なお動画撮影では 4K60fps に対応し、 10bit カラーの HDR 撮影にも対応。より広い色域と高コントラストで映画のような映像を撮影できます。セキュリティ機能について、新たに独自設計のセキュリティチップ Google
タイタン M2 を搭載。 ID カードや銀行カード用のセキュリティチックと同等のものを採用しています。またネットワーク通信の安全性を高める技術 VPN 仮想専用線を採用。アプリやブラウザなどのオンライン上でも安全にやり取りできるように保護します。その他、緊急通報を発信できる緊急情報サービスアプリを搭載。ディスプレイ内指紋認証や顔認証も利用できます。その他の機能について、48の言語に対応したリアルタイム翻訳が利用可能。音声メッセージのテキスト化、音声での絵文字入力や検索も利用できます。また通話相手の雑音を自動的に除去し、クリアな音声にすることが可能。スナップショット機能で気象警報、荷物の置き配、予定の通知などを適切なタイミングで表示することもできます。バッテリー充電性能について、バッテリー容量はスタンダード版で 4355mAh、 プロ版で 5000mAh で最大24時間駆動できます。またスーパーバッテリーセーバー使用時で最長72時間駆動できるほか、30分で 50% まで回復できる 30W 急速充電や Qi ワイヤレス充電にも対応しています。まとめ、 Pixel 7、 7 Pro は Tensor G2 プロセッサ搭載の超高性能なスマホでした。機械学習 AI を活用した超強力なカメラ機能がとっても便利、強力なセキュリティ機能や超美しいディスプレイ、超長持ちするバッテリーも魅力的です。 Pixel 7、 7 Pro は2022年10月13日に発売。気になる人はリンク先からさらに詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日はここまで。また次回会いましょう。